そのイライラに名前をつけてますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスター岡地です親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは子供のやる気を育む引き出す子育て子供の安心感を育む緩める子育て ですということで、えーっとねまあ、このゆるめる子育てラジオも、まあ、顔出しなしの、まあ、ラジオ感覚で聴けるという長尺の、ね、動画、動画というか音声、ラジオですよね。まあラジオうん、このラジオを続けて今回が、ね、20回目になります。 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ということで、ようやくね、あのー、自分らしくなってきたんじゃないかなと。まあ、最初は、ゆるくいきますと言いながら、ちょっと固めだったんですね。やっぱり、ちょっと台本も少し作ってたんで、まあ、もう20回目となればね、ほぼ台本なしですよ。 ほぼ台本なしで、行き当たりばったりで、まあ自分にこうおかしなこと言ったら自分に突っ込みながらね、ゆるくやっていきたいなというような感じです。はい。でね、今日は引き出す子育てと緩める子育てということで、まあとにかくね、いろんな人がこんな声かけした方がいいよとか、こんな関わり方した方がいいよとか、絵本を読み聞かせた方がいいよとか、えー、小学校に入るまでに掛け算やらした方がいいよとか <laughs>、なんだかんだああやってね、男の子は運動させるべきみたいな、そういういろんなことを言うてくるわけじゃないですか。 かっ,てなってなった時に、やっぱその何が正しいのかなとかどうしたらいいのかなって分からなくなったりすることあると思うんですね。一方では褒めなさいって言って一方では褒めてはいけませんって言ってねじゃあどうしたらいいんだという中でね、まあ、今日はその答えを出すようなあの回ではないんですけどもすいません <laughs> 答,え答えがあったらすっきりするよねな答えこうだっていう答えはないんですただね、あのー、自分の中で えー、いろんな関わりがある中でこれは緩める子育てでありこれは引き出す子育てっていう風にこうフォルダー分けすることができたら少しすっきりするんちゃうかなって、うん、あの机の上にねいろんな本がうわーってこう乱雑に置かれてる状態だと欲しい時にほ欲しい本あのどれやろうってこう探すのに時間かかっちゃうでしょでもフォルダーがねちゃんと分けら,分けられていて例えばそれやる気 自信をを高高めめるる関関わわりり方方もう一方では、えっと、イライラした時のアンガーマネジメントみたいなフォルダー分けしてたら、あ私今イライラしてるってなった時に、パッて見て、あじゃあこのフォルダーの中に入ってるんだなっていうのが分かるし、あ子供ちょっと自信ないな、どうやって声かけしようかなと思った時に、パッてね、引き出し見たら、あここ,ここに、なんだろう、えー、自信を高めるって書いてるね。じゃあこれを引き出したら、あじゃあこの声かけしようかって見つかるわけじゃないですか。 というような感じでね、まあ、フォルダー分けするという意味で、まず大きく引き出す子育てと緩める子育て、この2つに分けてみるのはどうかなっていう提案なんですね。はい、提案です。はい、提案で、まあ、正解を。 教えるというコーナーではないんですけども、まあとにかくこう引き出す子育てと緩める子育てっていうのはそれぞれ10個ずつ紹介させていただいて、まあ、あの断、ー、るごとにね、ま断、あ、るごとにというか、まあ、ことがない方がいいんだけど、問題とかトラブルない方がいいんだけどね、何かあった時に、あ、これはやる気がないから引き出す子育てのこれやってみようかとか。 あちょっとあの、私疲れているとか、私がちょっと自然体で関われてないな、だから緩める子育てを使ってみようみたいな感じでね、ええー、あの、使って、今回の動画はそんな感じでね、ええー、楽しんでいただけたらええなと思います。はい。この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。はい。引き出す子育てにはね、やり抜くこと投げ出すこの習慣という本を、ええー、 発売させていただいてますのでそっち見てください。で、ゆるめる子育てはえ今年の7月ね、2023年の7月にゆるめる子育てを出版させていただいたんでそちらからね、厳選して10個、えー、紹介していますという感じです。概要欄に両方ともあるのでチェックしてください。そして買ってください。はい。えー、じゃあね、早速お話ししていきたいんですけども、まず前半10個は引き出す子育て。 をお伝えさせててもらって、えー、後半10個は緩める子育てを紹介するというような流れでいきましょうまずね引き出す子育てと緩める子育てでな何ぞやっていうところから、まあ、簡単に2分ぐらいで紹介すると2分測らんといてよ <laughs> 頼むでえー、っと引き出す子育てっていうのはいわゆる足し算の子育てね積極的な関わりです、えー、子どもの内側にあるやる気とか 自信とかを引き出していくっていうことであったり、えー、勉強、勉強がね、もっと好きになるような積極的な関わりをしていくっていう感じですかね。えー、そうそう、積極的な関わり、足し算の関わりよね。どっちかって言ったら、こっちが親が積極的に働きかけて、えー、子供の内側に眠ってる自信であったり、好奇心とかやる気を引き出していくっていうのが、こちらの引き出す子育て。で、対するは、この緩める子育ては、マイナスの子育て。 うん、消極的なこそってマイナスって言ったらちょっと言葉がね悪い,で悪いですけどもいわゆる引き算の言葉でねうん引き算。 引き算あの、足し算じゃなくて引き算の子育てで、えー、今やっていることをやめていくっていうこと手放していくってことだね自分の中にあるこうしなければいけない例えば完璧にしなければいけないとか助けを求めてはいけないとか、えー、自分だけ楽しんではいけないとか、えー、子供のために自分を犠牲にならなければいけないとかそういうものをこうしなければいけないという思い込みを緩めていくっていう子育てが中心になりますということです消極的な関わりですね この緩める子育てにおけるゴールは、えっ、ー、と、親子における安心感を育てるってことね。親も子もどちらも自然体で、えー、過ごせるような、自然体で関われるような、えー、ことを目標にしているというのが緩める子育てです。はい。じゃあまずね、えー、積極的な関わり、足し算の子育てである、引き出す子育てについて紹介していきたいと思います。それでは、10分の1。まず聞く。うーん、これね。 何回も聞いたうん、何回も聞いたけど何回も言わせてうん、まず聞くんですよ。引き出すために、一番大事なツールというか、武器になるのは、聞くっていうことですね。聞くっていうこと。内側にもあるもの、子供が内側に秘めてるものを外に出させてあげるってことだよね。うん。で、親としていろいろと言いたい、言いたいこともあるし、ね、注意したいこともあると思うんです。だけど、まず聞くということ。 ね、親の言うことを聞いてほしいね。直してほしいって思うことがある。全然子供が聞いてくれない。わかります。聞いてほしいなら、まず聞く。そうなんですよこ。親が聞いてる分だけ、こちら側が聞いてる分だけ、子供も相手もね、話を聞いてくれるんですよ、ね。こっちがおちょこに入る分しか話聞いてなかったら、相手もおちょこに入る分しか話を聞いてくれないってこと。話を聞いてほしいんだったら、同じ分だけ話を聞くということ。 これが大事ななんかなと思いますはいでまず聞くということで、まあその2、まあその2に移っていくんだけど、あまあ、そのまだその1や、うん。まだその1やな、うん。まだその1。まず聞くってなんぞやっていうところね。ここ話してなかった。聞くとはなんぞや、うん。聞くってどういうことなのってことですね、うん。ここ大事よね。聞くっていうのは、一言で言うよ。長いけど。ね聞くっていうのは、子供の言葉にならない言葉を言語化して、そして、 そうそうん言ってることをただ耳に入れてるとかうなずくだけとかじゃなくて「あなたが言ってることはこういうことなの?」とかね言葉にならない言葉気持ちそして考え大事にしてるこだわりそういうところを言葉にしてあげて「そうそうそれ」って子供に言わせることこれが聞くってことなんですよどうでしょう話を聞いてますか はい「そうそう」と言わせてますかここなんですね。「聞いてるよ!」じゃないんですよ。「そうそう」と言っている。相手が私のことを理解してくれてるというふうに思ってもらう。相手にね。実感させるということ。そのサインが「そうそう」とか「うんうん」じゃないですか、ね。そのサインがあるかどうか。これが話を聞くということなんですね。ここすごく大事ね。 話を聞くというのは、そうそうと言わせること。一言だよね。で、そのために大事なことは、これから2、3、4で紹介していくってことね。2、7つの基本姿勢。まずはこの基本姿勢ね。うん、これ紹介する前にあなたに聞きます。うん。話を聞くときに大事なことは何ですかはい、10秒あげます。話を聞くときにどんなことが大事ですか ?8、7、6、5、 4、3、2、1。はい、オッケー。<laughs> この10秒間の間で、おかちカンニングペーパーを今開いてます。あ開けた開けたあった、えー。7つの基本姿勢なんですよ。すいません、僕覚えてないです。はい覚えてないんだけど、あったあったな。 はい、えー、っと、レベル1、アクティブリスにね、積極的傾聴とも言われるんですけども、まず一つ目、作業をやめる。うーん、やってることやめる、これ難しいね。料理をしているとか、えー、なんだろう、掃除をしている、片付けしているといろんなことやってる、のやらな今後んことあるんだけど、話を聞くときには、作業をやめる。あ、7つ紹介するけど、全部完璧にやるって難しいからね。で、常に話を聞くときに全部やらなあかんってことではない。ただ、 できる時には、この7つの基本姿勢を意識して聞くことによって、子供が、あ、私の話、僕の話聞いてくれてるって実感してもらえるということですね、子供にね。はい。なので、そういう意味で聞いてください。1、作業をやめる。やってることをやめる。2、スマホを置く。インスタでね、ストーリー見てるとか、ネットフリックス見てるとか、いろいろとあると思うんですけどね、LINE 見してるとかね、話をしてるときは、 話を聞いてる時はスマホ置置置く。く、うん、くんんでです。置くんです。手にも持たない。これがポケットに入れる、はい。3、目線を合わせてまっすぐに向き合う。うん体の向きを子どもに向ける、ね。目線を合わせる。ね、子どもによったら、ね、目を合わせられるのが嫌いやとかあ嫌な子もいるのでそこは、ね、臨機応変に。 目,目じゃなくて、うなじ、うなじじゃないな。<laughs> おでこを見るとか、ね。顎のあたり見るとかね。そういうことでもいいし、子供がリラクとにかくリラックスして話し合えるようなよう、ような体制を作るってことだから、この7つの基本姿勢を何としてでも守らなきゃってことよりも、安心で安全な状態で話せる状態を作るってことです。そのために大事な基本的な姿勢っていうのをここに述べております。はい。4つ目、目を見る。うん、まあ3つ目と近いんだけど、アイコンタクトだね。 目線を合わせてしっかり目を見て話を聞くということ。で、5つ目が、うなずく。うなずくね。うんうんうんってうなずくってことね。で、やえー、6つ目。相づち。え、そうなのえ、それがどうなったのと。ほんでほんでとかそういうやつですよ。ほんでって言うんかな、みんな。ほんでほんでってこれ何弁ですか大阪人しか言わんのかなまあいいや。まあそういうふうにほんでとかね。ねそれからとかそういうやつですね。7つ目。 興味を持って楽しそうに聞く。ここ難しいね。ちょっと難しいね。だって全然興味のない鬼滅の刃とか、なんかストップリの話されてもってなるじゃないですか。なので、ここは難しいんだけど、あの、言ってる話の内容に興味を持つというよりも、子供がどこにこだわってるんだろうっていうところにこだわってみる。うん、子供のこだわりっていうのが才能なんで。え、子供の才能を見つけるっていうのはちょっと興味あるでしょどこに才能あるのかなって。 え興味あるでしょ話の内容に興味はなくても才能には興味あると思うの、ね、で、子供がどんなとこにこだわっているのか、鬼滅の刃のどんなとこにこだわっているのか、ね、サッカーの何がそんなに楽しいのか、ね、点を取るところ、努力したことが報われること,ところ、パスしてそれがつながったところ、ちゃんと受け取ってもらったところとかね、いろいろと楽しんでいる要素があると思うんですね。それを、えー、ちゃんとこう分析するというか、どういうところに興味を持っているんだろうなっていう子供のこだわりにこだわりを持つと、少し楽しそうに話が聞きますね。はい。 これが7つの基本姿勢です。作業をやめる。スマホを置く。目線を合わせてまっすぐに向き合う。目を見る。うなずく。相づち。興味を持って楽しそうに聞く。うーん。ここ全部や、全部できてないよ。僕も正直。子供と話すとき全部できてるかって言ったら全部できてはいない。まあ、どうだろう。まあ、大概できてるかな。うーん。そうやな。まあ、そうやな。うーん。そうやな、うん。話を聞くって決めてるときは、 あ作業をしてるときはね、でも言うよ。あ、ちょっと今、おかちこれこれやってるから、これやりながらでもいいって聞く。聞いてから、えー、話を聞くってやつやってね。作業しながらの場合はな。はい。7つの基本姿勢ね。じゃあ次行きましょうか。次は何やったっけ。はい。このスライドと辞典するの。カンニングペーパーね。はい。えー、っと、赤ペンを置く。あ、これ大事やん。なまず話を聞くっていうのは、子供に、 子供が言葉にならないね。子供の言葉にならない言葉を言語化してあげて、そうそうと言わせるということね。そのために大事なのは赤ペンを置く。赤ペンを持って話を聞いてたら、子供はね、えー、ちゃんと自分が話したいことを話せなくなる。本音が言えなくなるんですよ。丸をつけてもらえることしか話せなくなるんです赤ペンを持って話を聞くというのは、ね。話を聞いてるときに、あ、それ大ちゃんが悪いよね。とか、ね。あ、それもっとこうしたらいいのに。とか、えー、なんかそういうような、 解決法を考えていたりとか、次どんなことを話そうって考えていたりとか、子供の悪いところに罰をつけながら聞いてとか、そういうことなんですよ。それが赤ペンを持って話を聞くってことなんですね。こういうふうに話を聞いてたら、子供はね、あのママに認めてもらえること、ママにいいねって言ってもらえることしか言わなくなる。だから本当に困ってることとか、えー、自分の弱いところとかをね、相談できなくなるんですね。丸つけてもらえなくなると思ってね。ってなったら、 安心できないよね安心できないから、ママ,マ,マが話を聞い,たと、ま、聞いてもらったとしても、そうそうって言えないよね、うん。言えないよ。だって自分が思ってること言ってないんだから、こういうことって言われても、そうやって外れてるよね、大概、ね。ちゃんと本当のことを子供から引き出して、ああなたはこういうことが辛いんだねって言ったらあ、それ本当にそう感じてるから、そうそうって言えるけど、本当のことこっち言ってないのに、えそう思ってるのだねって言われても、そこって外れるよね。 そういう意味で赤ペンを持って話を聞く。真っ白い紙になるってことです。真っ白い紙になってね、子供が言ってる言葉をそのままその紙に映し出していって、あなたが思ってることはこういうことかなとか、あなたこういう気持ちなのみたいな形で、そのまま見せてあげる。子供の鏡になってあげるイメージですね。これがその4なんです。バックトラッキングということです。まさに子供の鏡になってオウム返しをしていくということ。3つのレベルがあるよね。まず1つ目は事実をそのまま返すってこと。 暑い暑いのね。お腹すいたお腹すいたよね。めんどくさいめんどくさいんだねっていうところね。言ったことをそのまま、その子供のじ中での事実をこういうことだよねって本当に鏡になった感じでそのまま返すのがそのレベル1。バックトラッキングのレベル1ねで。レベル2は感情を返す。ね、えー、順番抜かされたからあ腹が立ってるんだねとか。 お母さんも約束守らなかったから、えー、なんか理不尽だなって思ってるんだねとか、ちょっと理不尽難しいな。ちょっともイライラしてるんだねとかね。なんかそういうふうに、どんな出来事があったから、こういう気持ちになったんでねっていうことを伝えるということ。これ感情を伝えるね。ちょっと難しいよね。 でレベル3は話の中身全部要約してあなたが言いたいことはこう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 いうことっていうふうに要約して伝えるってことねこれいきなりね10分ぐらい聞いて10分の話を要約する無理なんですよ無理なんでところどころね節目をね切って切ってあちょっとここまでで確認させてもらっていいかなっていうふうに聞くといいんじゃないかなと思いますね。 あーそんなことがあったんだね幼稚園でね幼稚園でおにごっこしようって言ってたけし君がおにごっこするって言うたのに言うた言って鬼ごっこで言ってなんだろひろしくんもおにごっこするって言うたのにまさしくんはなんでおにごっこしなあかんねんかくれんぼの方が楽しいわおにごっこするやつなんかバカやっていうふうに言ってきたその言葉を聞いてなんか悲しくなったんだねあそうそう。 ってなるわけでしょ、まあ、そんな感じでバックトラッキングレベル1は事実をそのまま返すレベル2は事実プラス感情を返すでレベル3は要約して伝える、まあ、ここら辺を意識しながら、えー、子どもの話を聞いていくと「そうそう」という言葉が引き出せるんじゃないでしょうかもう少し詳しいことはねやり抜くことを投げ出すこの習慣でがっつり書いているので、ね、概要欄からチェックしてくださいねはい、えー、次は5番ですね「勉強をゲーム化する」 はい。これね。勉強をゲーム化するっていうとね、これもね、1時間ぐらい話せるんですよ。ゲーミフィケーションっていうこと言われてるんですね。いわゆるゲームではないことに、ゲームで夢中になれる要素。魅力な要素をゲームの夢中、魅力の、ゲームの魅力的な要素を勉強とかに活用していくってこと。言えた。言えた。うん。こういうことなんですよ。勉強をゲーム化する。ゲーミフィケーションとも言われてるんですけどね。だってゲームとかって、なんだろう。ゲームやりなさい って言わなくても、勝手にやってないやってるよな自分でね、やりたいって、ね、火をつけて、自分で主体的に行動してるよね。ゲームの時は。ね。で、そのゲームの要素を勉強に取り入れていくと、勉強も同じようにやってくれるってことなんですよ。簡単に言えばね。まあ、ゲームで夢中になれる要素って、これほんと山ほどある。夢中いっぱいいっぱいあるんだけど、まあ、いくつかね、今頭の中にあることを全部紹介していくね。まあ、例えば BGM っていうのも一つの手なんじゃないですか。うん。 なんかその、えー、休憩時間から勉強時間の,この節目の時になんかこうちょっとやる気が上がるようなミュージックをかける。で子供が好きな音楽でもいいですよ。あのロッキーのタンタンタラタ、タンタラタ、タンタンタラタ、タンタラタ、タタラタタチャチャーチャーってやつでもいいし、なんでもいいです。イノッキー、ボンバーイエーでもなんでもいい。子供のテンションがちょっと上がるような、気分が切り替わるようなミュージックをかけてあげると、あそろそろ勉強の時間だって言って、机に座る。い机じゃない椅子に座る。 でえー、勉強を取り掛かろうとして、でうるさいなと思ったら自分で消していいよみたいな感じでしておくとか、ね、そういうことであったり、きょうは何,何ページビュー,、えー、3分で何ページするぞって事前に目標を決めて、じゃあ目の前に砂時計とか置いて、じゃあレディーゴーって言って、そうやってね、あのー、ち,ょっとこのちょっと競争チックにやってみる。これ、ライバルがいてもいいですね、弟と対決とか、ママがキュウリを切ってる間、何,何問溶けるかなみたいな。 そんな感じで競争するっていうのもそうやし、あとは自分がどれだけ進んだのかっていうのをこう見える化するということ。こう見える化するっていうのがすごく大事よね。自分が努力,すること努力を続けるためには、努力したことがどれぐらい、ね、スタート地点から進んだのか、そしてゴールまであとどれぐらいなのか、この2つが分かることがすごく大事だねで。今どれだけ努力していても何メートル進んだのか分からない、ゴールまであとどれぐらいなのか、その果てしない道のり、 でも、頑張るぞってなかなかならないね <laughs>。あ、今私こんだけ頑張って、えー、5キロも進んだんだねって。頑張った、頑張った。あと半分だね。頑張ろう。って言ってたらまだわかる。ね。これ、どんだけ進んだのか、あとどれぐらいなのかっていうのをちゃんと見える化してあげるってことかね。それもカレンダーに書くっていうことでもいいし、えー、宿題がでやったらスタンプカードにスタンプを押してあげるってことでもいいし、で、10個貯まったらスシロー行くでとか、そういうふうなご褒美を設定するっていうのも習慣がするまでにおいては結構効果的なんじゃないでしょうか。 はいでご褒美をあげるってこですよね。そうやってそのいくつ達成できたらこうなるよってゲームもそうじゃないですか。レベルが上がったら新しい魔法が使えたり、えー、お金がもらえて、えー、欲しい武器が買えるとかそういうことあるわけでしょ。うん、そういうふうになんかレベルが上がったりなんかこう報奨があるご褒美があるっていうことも一つの,このモチベーションの種になります。 はい、ただ、それのご褒美だけで、ね、子供をコントロールしすぎると、ね、しすぎるとそもそもの学ぶ喜びとかね内側からのやる気がなくなって、ご褒美もらわないとやらんって、ね、宿題やってほしいんやったらゲーム買ってみたいなところになってしまうので、えー、習慣化するまでの、まあ、数週間というか、まあ、数ヶ月。 収穫するまではそれを取り入れるのもいいんじゃないかなと思います。で全くゼロにするってことよりもご褒美の量を減らしていくっていうのも一つ検討してもいいんじゃないでしょうか。これも正解がないんでね各ご家庭でご褒美に対してどういうふうに向き合っていくのかっていうのは、えー、子どものペースと相談しながら子どものやる気とか、ね、見ながら、えー、調整していくのがいいんじゃないかなと思います。はい。はい。引き出す子育て。 えっとどこやったっけえー、6やな6 10分の 6GBH で振り返るということでね引き出す子育ては自信とかやる気を高めるってことを大事にしてるで自信を高めるためにはねあのー、成功体験が大事やねで成功体験を積ませるためには実際に成長していくこと成長させることがすごく大事よねで考えてほしいんだけど成長するために大事なことは何ですかはい いいっぱいあるよね成長するために大事なこと。あると思います。あると思います。はい。その一つがね、しっかりと振り返るってことだと思うんですね。行動することは大事よ、もちろん。でも行動して振り返らんかったら、同じこと何度も、ね、同じ間違い何度も繰り返すでしょ同じ失敗を。同じ間違いを。ねで、ちゃんとそのテストを受けるだけじゃなくて、答案用紙を見て、あ、ここはこういう風に間違えてたんだな。あ、この漢字、あの、おか丘 点が1個多かったなって、まあ、点をどこにつけるかってちょっとあれやけど、多かった感じね。あ点を1つ多かったみたいな感じで、じゃあ次は点1つ少なくしようみたいにね、えー、間違い方変やけど、まあ、そういう風にねなんかその、見直しをして、答案用紙を見て、振り返って次に生かす。次に生かすための作戦を作って実際に実行する。そのプロセス大事よね。そうだよね。行動して。 そして、えー、振り返って、作戦を立てて、もう一回行動する。それをぐるんぐる回していくこと。この試行錯誤、トライアンドエラーを繰り返すことで成長していくよね。できなかったことができるようになっていく、うん。で、その時にどうやって振り返ったらいいのかってめちゃくちゃシンプル。うちら、うちのね、あの、バスケスクールで1年生からやってる GBH ってやつがあるのよ。 これをね、ちょっと解説しよう。でもこれね、あの、絵がないとなかなか難しい。だからやり抜くことを投げ出すこの瞬間、買ってください。<laughs> すいません。あの、買って、買ってくださったらもう、もう、どっかに書いてます。あの、GBH っていうコーナーがある。それ見てもらったらわかんないけど、今、説明するよ。頑張って。うん。あの、A4 の紙1枚。A4 の紙1枚あるでしょ ?1、1枚あるでしょ一番,一番上。一番上にね、目標を書くんですよ。目標。 うん、例えば今日練習やったら今日のバスケの練習でどんなこと上手くなりたいのか具体的な目標ね、えー、今日の練習の試合でランニングシュートを3本打って1本決めるとかでプラス試合の時に、えー、3回パスをするとかで右のドリブルだけじゃなくて左のドリブルも使うみたいに具体的に目標を立てるんですねでそれを練習前にしますで練習終わった後に G と B と H を書くんですよで G っていうのはグッド 良かったところです。その目標に対して、どういうところが良かったのかっていうのを書く。例えば、えー、っと、今日のランニングシュート4本打つって言ってたけど、3本打てた。で、えー、シュートは1本も入らへん。あ、これは違うな。4本打てた。良かったことだからね。4本打てた。で、あとは、右のドリブルと左のドリブルは少し使えた。でも、パスは、えー、あ、でもじゃん、でじゃん。よかったところね。パスは1回できた。ね。回できた。これ良かったところ。ろ で、悪かったところは、えー、ランニングシュートは打てたんだけど、1本も入らなかった。で、左のドリブルは、えー、っとやっぱり使う時間がちょっとしかなかった。まあ、具体的に言ったら3分とかね。3分しか使ってなかった。あれ、でも3試合中1試合しか使ってなかった。ね、で、最後は、なんだっけうん、パスパスは1回もできなかった。みたいに、まずは自分の目標に対して何が良かったか、何が悪かったかっていうのをちゃんと書くんですよ。まず書くんです。 書いて、一番下の行、ね。今この真ん中の段にグッドとベター書いてるってイメージしてください。一番上は目標やったね。で、真ん中の段はグッドとベター。それぞれ過剰書きで書く。で、一番下、A4 の紙の一番下のところに、えー、良いところをどう伸ばすのかと、悪いところをどう直していくのか。いわゆる h How ねどのように直していくのかっていうことを書く。ね、じゃシュート、えー。シュートは4本打てたんだけど、4本打てたんだけど、何、えー、だろうな。 打てたんだけど、もう少しあと2本増やしたいとかね、えー、そのために、そのために新しいシュートのパターンを学ぶとか、ねえー、書くとか、で、悪いところやったら、シュートの、打ったんだけど入らなかったから、ちゃんと試合をイメージして練習するとか、えー、練習が終わった後の自主練で、ちゃんとあのも本気のダッシュをしながらシュートを打つ練習をするみたいに、具体的な作戦を書くんですよ。作戦を書く。 で、そこの作戦を実際に練習するっていうのもそうだし、次の弾きた時に、次のその作戦を目標のところに書いて、今日の練習では、じゃあ、えー、っと、なんだろうな、シュートの、いろんなシュートのバリエーションを学ぶであったり、練習終わった後には、自主練で、えー、本気のダッシュでシュートを入れる練習を10本入れるとか、やるとか。 そういうことを目標に立てる。みたいなことを繰り返していくんですね。そうやって繰り返していくと、目標を立ててどうだったかを振り返り、それ,それに対して次の作戦を作る。で、その次の作戦を次の目標にして、で、また実践してみてどうだったかを振り返って作戦を立てる。っていうことを繰り返していくので、やっぱ成長していくんですね。これはね、バスケットボールだけとかスポーツとかじゃだけじゃなくて、勉強の面とか、あらゆることで使えるから、ね。あらゆることで使えるから、この GBH、ちょっとチェックしてみてください。 はい、7番、現場に連れていくうーん、大事、うん、大事よ、やっぱテレビ見てね、やってみたいとか、サッカーの練習して,て、おもろいって何度もいいんですよ、練習でおもろい、テレビ見ててやってみたい、わかります、実際の本物に触れる経験、これがね、やっぱりいいんですよ、サッカーの試合見に行くとか、ね、バスケやったら NBA の試合、ちょっと行こうかって、ちょっと奮発するわって、めっちゃ奮発しなあかんな、アメリカやったら、ねまあまあ、B リーグでいいじゃないですか、日本でやってるから。 大阪のやつ行こうかとかね。そういうふうに、えー、本場、本物に触れる経験をするということ。で、実際に五感で味わうということね。テレビっていうとどうしてもその、なんだろう、空気感を味わえないやなでも実際の現場、いわゆるコンサートを見るとか、ね。えー、お笑いのショーを行くとか。 えー、試合を見に行くってなると、実際その感性も聞こえるし、えー、ちょっと風も感じるしね、えー、見るだけじゃなくて、聞くのもそうだし、触れるのも、で下手したら、そこでなんかおいしいもの食べたりすると、まあ、五感が刺激されるよね、やっぱ五感が刺激されると、えー、心が動くんですよ、心が動くから、やってみたいっていうやる気が高まったりするんですね。 そうそうなのであの現場に連れて行く子供が興味を持ったことならその本物に触れるそういうようなね経験をさせてあげるまあ、できる限りできる範囲でいいですよそれをさせてあげるっていうことは結構大事なんじゃないかなって思いますはい8番だからこそできることはってやつですねやっぱりね子供もねまあいつも元気ってわけにはいかないじゃないですか暗くなる時も 悲しんでる時もね、えー、泣きたくなる時もね、あるわけじゃないですか。そんな時に、まあ、どう関わっていくのかと。まあ、基本はね、1,2,3,4、思い出してくださいよ。まずここですよ。いきなりアドバイスするとか、解決法を提案するじゃないですよ。1,2,3,4です。ね、まず聞く。7つの基本姿勢。赤ペンを置いてバックトラッキング。これをやりながら、そうそうと言わせる。で、子供の心が落ち着いてきた時に、ね、だからこそできることはっていう問いかけをしていくとかね。 そう。ついついね、ネガティブになってしまう。ね。足が遅いの、僕とか。太ってるから足が遅いの。って悩んでる子がいたあ。太ってるから足が遅いって悩んでるのね。悩んでるね。だからこそ、できることって何かないかなって聞いてみるってことですね。ねえー、僕、字が下手。字が下手。みんなみたいにうまく書けないよ。だめだよ。って,言ってあ。字が下手で悩んでるのかな。なるほどな。 じゃあその字が下手だからこそできることってないかなっていうことを考えていく。で、ネガティブな気持ちになったのを捉え方を変えて、いわゆるリフレーミングって言うんだけど、リフレーミングして、えー、ポジティブに変換していくってこと。ね。おかちの字、めちゃくちゃ汚いよ。自慢じゃないけど、YouTube 見て、どっかにあるわ、おかちの,あのスライド紹介しながらね、書いてるの。めっちゃ汚い。 読ままれへんと思いますあの雰囲気で感じてって言ってますからね、宮の講座生にはね。<laughs> あの文字を読むっていうことじゃなくて、雰囲気でこんなこと書いてるんだなっていうのを、雰囲気を感じてくださいって言ってるんですけど、まあそのね、あんな字なんですけども、ね、もちろん、習字っていう業界ではね、あ僕の字は×ですよ。最低点かもしれんけど、アートという領域では、もしかしたら最高点かもしれへんよ。<laughs> 分からへんよ、分からへんけど。なので、あのー、捉え方を変えるってことですね。うん、その習字という 領域の世界では罰なんだったらその子のそのパフォーマンスが評価できる領域って何なのかなと落ち着きがないならスポーツをやらせてみるとかね、えー、いろんなことを提案して、えー、人の話を聞けないっていうんであればいろんなことを企画提案できるようなね例えばその野外キャンプに行ってみるとかねなんかそういうディベートをしてみるとか子供哲学やってみるとかなんかそういうような子供の特性を活かせるような、えー、経験をさせてあげるってことねうんこれは 他の項目にはないない、ね、だからこそできることはっていうのはその象徴ですよね、うん。子供がネガティブになっている。であったり、親がね、子供のことを見てて、ああ、ここ直さなあかんな、あそこも直さなあかんなって思ったときに、今のこういう状況、この子のこの特性、だからこそできることはなんですかあき、聞いてますよ。ね、子供のここだめだなと思ってる。思ってる、分かりました。思うのはいいんです。 その思うのはいいんだけどそれがあるからこそできることって何ですかそれをちょっと考えてみましょうということですねはいえー引き出す子育て10分の9引き出すっていうのはやる気と自信を引き出すことですねえ5段階のフィードバックうんこれフィードバックってすごく大事なんだけどまあそもそもフィードバックっていうのは現状の否定なんですよそうじゃないですか今のあなたじゃダメですよっていうことでしょ こうしなさい。ああしなさい。こうした方がいいよ。っていうことは、このままではダメだよっていう現状の否定じゃないですか。なので、使い方を間違えると自信をなくすこともあるんですね。えー、なので、コーチング業界では、まあ、5段階ぐらいね、まあ、いろんな段階があるんだけど、5段階ぐらいに分けてね、えー、徐々にフィードバックしていくんじゃないか,いいんじゃないかっていう風に言ってるんですね。まあ、第1段階から第5段階があって、まあ、一番、まあ、第1段階で言ったら、まあなんだろうな、事実のフィードバックですね。 うん、例えば、子供のね、子供がバスケットボールも勝ち、バスケやってるから、バスケの例えば、か申し訳ないんだけど、まあの、シュートフォームがね、脇が開いてる。脇がね、閉じてる状態ではなくて、脇が開いてる状態でシュートを打ってたとしたら、あ今日は脇が開いてるねって。て今日のシュートは脇が開いてるねて。これ、事実ですね。もっと言えば、えー、いつもは、えー、0度なのに、今日は90度に開いてるね。なおさらこれ、分かりやすいですね。はいこれは事実のフィードバック。 第2段階は主観のフィードバックね。えー、思っていること。フィードバックする人が思っていることをも伝えるということ、ねえー。さっきの例で言うと、今日は脇が90度に開いていて、えー、シュートが安定していないね。うん。これは主観のフィードバックね。で、段第3段階は評価のフィードバック。評価のフィードバックね。 えー、今日は脇が開いていて、えー、今日脇が開いていて、シュートが右に行ったり、左に行ったりしているね。あんま一緒やな <laughs>。主観と評価ってね、ほぼ近いんだけど、評価の方がどちらかと言って、あ、わかったわかった。まだあったわ。あもう一回言わして。第3段階は評価のフィードバックね、えー。今日はシュートフォームの脇が開いていて、右に行ったり、左に行ったりしてダメだね。これね、評価してるね。 ダメだねってで第4段階は提案のフィードバック。今日はシュート,がシュートを打つときに脇が開いてるから脇を閉じて打ったらどうかな。これは提案のフィードバックで。最後、第5段階は命令のフィードバックね。今日はシュートを打つときは脇を閉じて打ちなさい。これが命令のフィードバックな。 徐々にちょっとずつフィードバックしているよね。第1段階は事実。第2段階は主観。思っていること。第3段階はそれに対して評価を加え。第4段階は具体的にこうしたらいいよって提案をし。第5段階は命令をしているということです。で、一般的に子供の考える力であったり、主体性を伸ばすっていうことで言えば、第1段階から順番にフィードバックしていくのは望ましいですね。いきなり、今日は和旗を閉じて打ちなさいって言ったら、考える余地がないわけや。な。 指示したり命令だから最初,最初の話だったら今日は脇が90度に開いてるねうんじゃあどうしたらいいのかっていうのは子供に考えさせるっことねそういうふうにあの、ね、フィードバックを出すとき助言をするとき指示を出すときに段階を応じてフィードバックするだけで子供の考える余地ができる余地ができるから考える機会が生まれ、えー、考える力が高まっていくということですねはい次 これすごく大事なんだけど、うまく説明できるかなやってみましょう。はい。えー、引き出す子育て10分の10。ペップトーク。聞いたことあるペップトークってね。ペップトークっていうのは、いわゆる、えー、励まし。短い励ましですね。簡単に言えば。人をやる気にさせる、まあ、短い励まし。ちょっと調べてみましょうか。日本ペップトーク協会。ここが確実やな。ペップトークとは。ペップトークとは見てみますね。ペップトークとは。ちょっと時間かかるな。 あった。ペプトークとは、もともとアメリカでスポーツの試合前に、監督やコーチが選手を励ますために行っている、行っている、短い激励のスピーチです。そうやね。だから、あの、前半と後半のタイムアウト。10分しか時間がない。負けている。その時に、ね、意、えー、気消沈んで、えー、もう無理なんじゃないかって、自信をなくしている人であったり、やる気をなくしている人もいる。その人たち、選手たちの気持ちを奮い立たせて、後半、 最高のパフォーマンスを発揮させるために伝えるスピーチですよ。それが1分とか2分です。その短いスピーチ、何を伝えますかってこと。このスピーチの中で、えー、4つのね、あのー、ポイントっていうのがあって、その4つのポイントを意識すれば、えー、不安になっている子供、その不安を受け止めて、えー、もう1回やってみようっていうふうにやる気と自信を高めて行動につなげることができると言われてるんですね。で、ペップトークの組み立て方、これも日本ペップトーク普及協会の 本に書いてたやつなんですけども4つの要素ねまずは需要その2は承認その3は行動その4は激励ですよねまあこれをちょっとね順に紹介していこうかな順に紹介していこうかなうん例えばどうしようかな例えば分かりやすいところで言えば1需要で言ったらうんあの事実の受け入れね1番お前たちよく決勝戦まで来たな 相手は全国大会の常連校だ。事実ですね。さっちゃん、手が震えているのね。ピアノの発表会。事実よね。昨日は緊張であまり眠れなかったみたいだね。事実だよね。まずは今の状態を受け入れること、受容することが大事なんですよ。そこなしにいきなりポジティブに変換しようっていうことではなく、まず今の現状をしっかりと受容する。これがその1です。で、ステップ1ね。で、ステップ2は承認だよね。例えば、昨日は緊張であまり眠れなかったみたいだね。 それは君が本気で講演会を成功させたいと思っている証拠だよとか、今、会社の売上は前年比マイナス10%になっている。この状況は今までのやり方を見直し、業務をシンプル化するチャンスである。みたいな感じで、起こっていること、起こっていることを捉え方変換する。捉え方変換する。これ承認っていうステージね。で、その3、これは実際の行動面を伝える。 ベストを尽くそうとかね。自分たちの力を出し切ろうとか。仲間を信じてパスを回そうとかね、えー。落ち着いて最後まで問題を読もうとか。お客様の悩みに寄り添って話を聞こうなどなど。具体的にやる,やるべき行動を提案する。で、最後は激励。相手を送り出す言葉でね。Yes, we can! とか。さあ、行ってこい。思いっきり暴れてこ,れて暴れてこい。とかね、大丈夫。君ならできる笑顔で。笑顔で行こうとか。一緒に頑張ろうとか。 ゴールで待ってるよ、などなど、そういうような、まあ、要、今起こっていることをしっかり言語化してあげる。こういうことで苦しいんだね。そういう需要して、まあ、共感しつつね。で、承認、こんだけ悩んでいるのは、緊張しているのは、頑張ってきた証拠だよ、みたいなことを捉え方変換する。ね、今、ピンチなのは、えー、これから新しい、ね、ことを発明するチャンスだよ、みたいなことを捉え方を変換して、じゃあ、具体的にしてほし,しい行動。ね。 仲間を信じてパス回そうとか落ち着いて最後まで問題を読もうなどの、えー、してほしい行動を伝えて最後はあなたならできるここで待ってるからいってらっしゃいみたいに激励していくこのペップトークをすることで今抱えている不安とか緊張それをスーッと和らげることができて自信とやる,気にやる気を持った行動を促すことができるということです詳しくはね 日本ペップトーク協会が書かれたペップトークという本をね読んでみてください。めちゃくちゃおすすめでございます。はい、ということでね、ここまでは子どもの自信とやる気を引き出す子育て、いわゆる積極的な関わりである引き出す子育てについて解説してきました。ここからは親子における安心感を育てるための 緩める子育てについて解説していきたいと思います、ね。子供の自信とかやる気をもっと高めたいと思われた方は概要,に概要欄,欄,欄,欄にあるやり抜く子と投げ出す子の習慣をチェックしてください。緩めるる子子育て1 10自然体で子供と接するちょっと緩めて話してみましたけど <laughs>、えっとね、まあ、これどうでしょうね。 革新的な部分じゃないでしょうか。あの自然体でいるってことなんですね。これは思ってもいないことを言わないってことであったり、嘘をつかないってことであったり、偽物のキャラクターを演じないってことですね。ここなんですよね。無理をしないってことであったり、我慢しないってことであったり、まあいろいろともう全部言っちゃってるんですけども、まあとにかく自分が自然体でいれるような関わり方を 目指すってこと、うん、これがね、緩める子育てのま真髄なんですよね。やっぱり無理をしていると、言ってることと思ってることにギャップが出てくる。うん、となると子供はねえ、お母さんは大丈夫って言ってるけど、いやめっちゃ心配してるやんとか、中学受験しなくていいよって言ってるけど、めっちゃしてほしそうやんってなるとね、何を信じていいかわからなくなる。いわゆる不信感を持たれるってことですね。そうすれば、安心できない。 わけで緩める子育てができなくなってくるということですね。で安心感を育てるということを最も大事にしているのが緩める子育てであり、まあ、そもそもやっぱ安心感があり愛着が形成されることでそこから自己肯定感が育ち自己肯定感があるからいろんなことを行動して挑戦してできなかったことができるようになってできることがもっとできるようになって成長していく成長していくから成功体験を積んであれもやってみたいこれもやってみたいという風に、えー、ますます積極的に行動するようになると。 で、行動の中でライフスキル、非認知能力を身につけていくということじゃないですか。なので、やっぱり安心感って大事なんですね。で、子供を安心させるためには、親が安心していることが大事であり、安心しているということを別の表現で言えば、自分自身が自然体であるかどうか、うん、どうでしょうか、自然体ですか無理してませんか思っていることを言えてます我慢しすぎてない自分のことを後回し、自分さえ我慢すれば丸く収まる。 そう思ってませんかもしそう思っているのであれば、緩めていきましょう。何を緩めればいいか、それは自分の中にあるこうしなければいけないという思い込みです。それをどうやって緩めるのか、どのようなこうしなければいけないという見えない鎖があるのか、それはね、あのー、これまでも散々話してきたし、この YouTube のどこかにもあると思います。こうしなければいけないという思い込みみたいな。 ことを紹介するのかねそれちょっと紹介、えー、見てください。あのー、緩める子育てラジオってね、今回20本目です。20本目で再生リストも作ってます。だいたい20時間ぐらいあるから、それをちょっとお気に入り登録してもらって、暇な時にね、ちょっとそちらあの流す作業系 BGM みたいな感じで流してゆるく聞いてみてください。そこにも紹介してるし、えー、もっとまとまった情報が欲しいという方は、あのー、公式 LINE でもいいし、公式 LINE にも動画でね、えー、緩める子育ての自分の中にあるそういう見えない鎖、 自分の親から植え付けられてきて、自分の親に愛されるために自分で作った作戦であったり、生存戦略、それが見えない鎖なんですよでそ。その見えない鎖の根っこの部分から緩めていくということ、それをどうしたらいいのかということを公式 LINE でね、26本の動画で紹介しています。で、本がいいって方は本にもね、まとまった情報を載せてますので、ぜひそちらも合わせて見てくださいということです。とにかくここでは、自然体で子供と接することを一つの目標にするということ。 その2十分のの分分ですす。ね。自分の生理的欲求を満たす、うん、これはね何をするにしてもやっぱりねエネルギーがないとできないんですよ。ガソリンがないと走,らないんです走れない、うんで。そのガソリンの役割を果たすのが自分の欲求でありその欲求の土台いわゆる根本的なところを満たさないことには力が湧いてこないんですね。 でそこの根本的なところっていうのは生理的欲求。食事、睡眠、運動じゃないですか。これ毎回言ってるけども、言ってるけども、やっぱりできてないんですね。どうですか自分のために自分の食事の時間を大切にしてますかどうですかぐっすり眠れてます自分のために運動してるかなどうでしょうか食事、睡眠、運動。ちょっとなんか疲れが取れないとか。 ぐっすり眠れてないっていうのであれば子供をどうにかしようっていう前にねまずはぐっすり寝てくださいそしてしっかり食べてくださいそして、えー、日光を浴び,浴びて運動してくださいということまずその体の状態と心の状態を整えてガソリンを満タンにした状態で、えー、なできることをできる範囲でやっていくそれが緩める子育てになりますはいその3 子供との間に境界線を引くということ、そうなの。えー、そもそも子育てには、ヘルプという子育てと、ヘルプという役割、親の役割としてね、ヘルプとサポートがあります。これが分かりやすいな。親の役割としてね。ヘルプっていうのは積極的に介入すること。で、サポートっていうのはできあの、見守るということ。ね。その、積極的に介入するのか、見守るのか、そのラインを明確にするってことだね。 これ,はこれが親の課題であれば積極的に関わるし子供の課題であれば子供に任せるということねで。これをどういうふうに境界線引くのかっていうのはね、まあ、以前の、ね、投稿でもがっつり紹介してますがとにかく、あのー、この問題を放っておいたら最終的に困るのは誰か、まあ、そこから考えていくとわかりやすいね。そこを土台にしつつじゃあこれ放っておいてこの忘れ物お茶忘れたとこのお茶忘れたこのお茶を忘れた状態を放っておくと困るのは 子供だよね。となったら、それは子供の課題だから、自分が忘れ物を届けないということですね。そういうことね。そういうことね。そういう風にこの問題を放っておいたら、誰が困るのか宿題やっていない。宿題やっていないと最終的に困るのは誰ですか？はい、子供ですよね。となれば、親が積極的に宿題をやらそうとするのではなくて、えー、その宿題をやるっていうのを見守るってことですよね。 ただ、それもあくまでも一つの目安ですので、えー、それを具体的にどう境界線を引くのかっていうのは、子どもの年齢とかに応じて、気質とかに応じて、発達の特性とかに、ね、応じて、境界線を引くラインっていうのは変えていくっていうのが望ましいですね。まあ、基本的に引くラインとしては、やっぱり子どもの命に関わることであったり、法律に違反することであったり、えー、他の人に危害を加えるようなこと、ここであれば親の課題、積極的にヘルプ、つまり介入していくってことは大事ですね。 でここを土台にしつつそれ以外にこういうのは親が関わろうとか今この子はこういうところは不安だから、えー、こういうところは見本を見せてあげようとかね。具体的にここはヘルプするここはサポートするっていうふうに明確に決めておくってことが大事で常に意識して自覚的にね今やってるこの関わりはヘルプなのかそれともサポートなのかっていうことを考えて関わることが大事なんですよ。 本当はこの局面ではサポートしないといけないのに、あ、自分は今ヘルプをしてしまってるっていうのであれば、ちょっとこう、見守るっていう方向に移動したらいいし、あ、本来ならここは子供がパニックになって、えー、助けを求めてるのに、見守るっていうスタンスでいたら、いや、違う、ここは積極的に助けてあげた方がいいよねって言って気持ちに寄り添ってあげるっていうのはいいかもしれないね。っていうふうに、ヘルプとサポートっていうのを今、どういう、何が必要なのか、あらかじめ決めておいたりいい、こういう場面ではヘルプする。 こういうまめではサポートする。で常に足して、突き足し、突き足し、突き足しでね、えー、そのヘルプとサポートの境界線っていうのはあの、よりブラッシュアップしていくといいよね。年齢、年齢に応じて変えていくってことも含めてね。うん。で、しながら、あ、今この局面ではこうだからヘルプをしよう。こうだからサポートをしようってなると、えー、ブレずに関われるようになってくる。ね。ブレるっていうのは、なんであの時お菓子買ってくれたのに今日は買ってくれないのってなる。ね。子供の親の気分によって買う時と買わない時があると、これブレるよね。 で子供としては訳が分からんからこんな時にはお菓子買うけどこんな時は買わないよねとかね、うん、今日は1個までって決めたからそれ以上は買わないとかねそういうふうなラインを決めておくってことが大事だよねはいそのラインを決めた上でその4十0分の4ね 緩める子育て十分の四。気持ちにはイエス。要求にはノーね。基本的に気持ちにはイエスなんですよ。ヘルプとサポート両方ともね。親が介入する時であり、子供を見守る時であれ、子供が絵本読みたい読んでほしいって言ったら、あ、読んでほしいんだね。お菓子買ってほしい買ってほしいんだね。気持ちにはイエス。共感するんですよ、ね。そういう子供の甘えっていうのは、親の愛情を確認するサインでもあるので、しっかりそこはちゃんと答える。気持ちにはイエス。しつつね、要求にはノーであってもいいんですよ。 これはサポートのない。親がサポートすることではない。手を貸すことではないと思えば、ね、あなたがこれできるの知ってるから、ここで見守ってあげるからやって,やってみなさいっていうふうに、あなたならできるよって勇気づけるということね。しっかり要求にはの、NO、これね、えー、全部要求に応えると、本当に苦しくなってくるし、どこまでやったらええねんってなるし、ね、子供は自立できなくなる。そう。子供ができることが増えていかないから、できることを増やしていくってことも親の役割の一つだよね。 そうですよね、うん、そうすることで自立できるようになってくる。ね、だから、できることを増やすために、えー、ずっと魚を与え続けないってこと。飢えた人に魚を与えるっていう方法と、魚の釣り方を教えるっていう方法がある。どちらも大事よ。ヘルプがダメサポートがダメって言ってるわけじゃなくて、時をえー、場面場面に応じて切り替えていくってことね。うん、お腹が空いてる人には、すぐに魚をあげた方がいいかもしれないでも、お腹がいっぱいになってる人には、じゃあ、えーと、魚の釣り方を教えるっていう方がいいかもしれない ヘルプとサポートを切り替えていくってことおすすめですはいちょっとドクダミ茶飲みますお肌にいいみたいですでもねこのティーパックね4回ぐらい使ってるからだいぶ薄い <laughs> だいぶ薄いはい5アサーティブに伝えるうーんこれもこれもね1時間ぐらいかかんねえよねがっつり言おうと思ったらまあ3分ぐらいでいきましょうアサーティブっていうのは 相手も自分も尊重したコミュニケーション。I am OK.You、okay. are OK. のコミュニケーションですよね。うん。これが、I am not OK.You、okay. are OK. だと、パッシブコミュニケーション。いわゆるのび太くんみたいに、相手が言われたことを言いたいことがあるけど我慢するコミュニケーションになってしまう。し、逆に、I am OK.You、okay. are not OK. になると、ジャイアンのコミュニケーションね。自分の価値観が絶対に正しいんだ。 っってなってな、えーね、価値観を押し付ける、ね、そうすると、やっぱり関係が悪くなっていくよね。なので、親子関係においては、この I am okay, you are okay を作っていくってことをね、このゆるめる子育てでは大事にしていますということね。うん、その中で、えーまあ、どういうふうにアサーティブに伝えるのかっていうのは、まあ、このゆるめる子育ての本にもがっつり書いてるんだけど、まずか簡単に分かりやすいところで言えば、アイメッセージだね。アイメッセージ。私を手法にして私の気持ちを伝えるってこと。 ねえー、あなたが手伝ってくれて私は嬉しいよとか逆に、えー、時間通り帰っり連絡なしに帰ってこられると、えー、おママは不安だったわとか、ね、自分の気持ちを伝えるなん、ね、で時間通りに帰ってこへんねんとかなんで手伝わへんねんとか、ね、そういうふうに言うメッセージ相手を主語にして伝えるんではなくて私を主語にして私の気持ちを伝える。 私は嬉しかったよ。私は悲しかったよ。というふうに伝えていくということ。まあ、これがね、基礎ですね。基礎ですね。そこから DESC 法とかね、まあ、いろんな技が技というかテクニックというかテンプレートがあるんですけど、まあ、それはね、ちょっとあの、アサーティブっていう本を読んでもらってもいいし、アサーティブで検索したらいっぱい本が出てくると思います。Google だけでもね、いっぱい出てくると思います。ね、で、えー、やってもいいし、お勝ちの本にも紹介してます。はい、その6。 ネガティブを話題にする。うん、これ大事なんですよ。あの、緩める子育てにおいては、安心感を大事にしてるわけじゃないですか。安心感を育てることをゴールにしている。その中でね、なんか楽しいことだけ話題にするとか、いいところだけ褒めてあげるとか、なんか常に、あのー、円満でニコニコ明るくっていう場だとね、逆に安心できないんですね。だって不自然じゃないですか。人間ずっと元気なんてありえないわけでしょ家の中でもね。 家の中外ではね、まあ、頑張ってこうエネルギー上げてね、えー、元気に振る舞うことはあるよ、でも24時間365日ずっと家の中でも元気なんてありえないわけでしょ、うん、ありえないことを作ろうとすると、嘘っぽくなるね。 <laughs> だから、そのネガティブなこと、お母さんこんな腹立つことがあってんとか、いうことを話題にしたりとかね、こういうことできへんねんってね、弱みを見せたりね、なんか辛そうだけどどうしたんって、そういうね、辛い気持ちを聞いてあげたりとかしながら、ネガティブっていうことを話題にすることを恐れない。恐れない。いつも明るくなくていいんですよ。ニコニコしなくていいんですよ。そっちの方が安心するんですよ。いつもニコニコなんかありえないからね <laughs>。うん、不自然じゃないですか。不自然な人といると、不安になるんですよ、人間。 うん、で自分のことを開示しなくなるんですね。自分の悩みを言えないってなってね。ねなので、ちゃんとあの自己開示する。自分の弱いところも、自分の苦手なことも含めてね、苦しんでることも。ね、もちろん子供だから言,言っていい部分と言っていけない部分もあるよ。ね、ん例えば、だろうなうち,のうちもうすぐ破産すんねんとか、お金に対する不安のことを投げかけるとかね、えー、パートナーの不満とかをぐちぐち言うとか。ね、もしかしかたらそれは 子供に言うんじゃなくて友達に言った方がいいかもしれない。どんな話題が言ったらいいのかっていうのはもちろん選んだ方が選,選ぶべきで選んだ方がいいけれども選んだ方がいいけれどもね。うん。とにかくあの自分のなんだろうなそういうふうな、えー、辛い気持ちっていうのも通したり、えー、子供が悲しんでいるってことも話題にするってことも安心感をもたらせるためには大安心感を持たらせるためには大事なんじゃないでしょうか。 はい。えー、ちょっとね、<laughs> 口が回らなくなってきましたけど、残り4つね、頑張ります。頑張りますね。えー、緩める子育て、子供の安心感を育てる、えー、緩める子育てね、10分の7。 イイライラに名前をつける、うん、これはね、親子両方使えるんだけど、やっぱそのイライラした気持ちっていうのはね、自分の内に溜め込むと暴走するんですよ、うん。ブレーキ踏んだり、なんか暴発させたりするんですね。へ変,に変なとこでアクセル踏んで、ね、したりするんですよ。なので、なので、あのー、外に出すんですよ。内に込めてたらそう悪さするから。ね、で、外に出すときに大事なことは名前をつけるってことで,です。あ、イライラちゃん出てきたでって。 んこれ自分,に自分のアンガーマネジメントに使いますよ。アンガー、つまりイライラとか、怒りをコントロールするときにも使える。イライラしたら、うわ、イライラちゃん出てきたわーって、イライラちゃん勉強させたがってるわーとか、片付けできへんことしてないことに怒ってるわー、イライラちゃんって。これ自分で独り言で言ってもいいし、まあ子供にも伝えてもいいんじゃないですか。あ、ママのイライラちゃん出てきたわーって。<laughs> ね、そういう風に言うと、ちょっと冷静になれるでしょ。ちょっと冷静になるでしょ。あ ママとは違うイライラちゃんが出てきたんだって。イライラちゃんなんて言ってるみたいな感じの会話も終われるかもしれないね。そういうふうにイライラちゃん出てきたわって名前を付けてあげて、イライラちゃんどんなこと言ってるっていうのをえ言葉にしてあげると、それだけでね、ちょっと緩みます。緩むし、それは子供にも使います。子供がイライラしてきたら、あ、イライラちゃん出てきたんかなって。そういう、冷静な時に言った方がいいですよ。冷静な時にえイライラすることあるって。あ、あるどんな時にイライラするって。 あじゃあなんか試合に負けた時にイライラするとか言ったらね、じゃあそ,れその子にイライラちゃんって名前つけようねって、じゃあまたイライラちゃん出てきたら教えてねって言ったら、あ子供がね、あイライラちゃん出てきたって言ってくれるかもしれないし、ママから見てあイライラしてるなと思ったらあ、イライラちゃん出てきたねって、イライラちゃんどんなこと言ってるって聞いてあげると、それを言語化してあげるだけでね、スーッと楽になります、はい。これはアンガーマネジメントです。 ねえー、そうやって自分の気持ちをうまく言葉にできるようになったら暴力をすることなく相手に手を出すことなくちゃんと平和な解決方法、えー、価値観が違っても平和に対話しながら、えー、解決できるっていう方法を身につけることができるということで自分の中にはそういう感情をコントロールさせるためにもで自分自身の感情をコントロールするためにもねイライラに名前をつけるこれはね結構おすすめです。 子どもの安心感を育てる緩める子育て10分の8あと3つやね。 困ってからサポートする。うん。これ、ヘルプとサポートのところでもね、まあ、ちらっと話しましたけど、やっぱりね、親の役割の一つとして、えー、でき、子供のできることを増やしていくってことがすごく大事だよね。うん、ね。で、子供のできてないところいっぱい見つかって、あれもやらしてあげたい、これもや,やらしてあげたいと、これやらないと将来困るんじゃないか、学校でバカにされるんじゃないか、とかね、いろんなことを考えてしまって、あれもこれも困らないようにやらせてあげたいって気持ちはわかるんですよ。わかるんだけれども、わかるんだけど、 困っった時にサポートすするってことも大事ですねしっかりヘルプとサポートの境界線を引いてこれをやらなかったら最終的に困るのは誰かなというふうに今一度問い直してください。で、 子供,子供が困るんだったら、その責任を子供に持たした方が、責任感、主体性、そしてもうその問題と向き合って痛い思いをする、でそれを自分事としてどうやって考え解決できるかで自分で考える、考える力、そういうものが育まれていくんですね。困ることで、それを直したい、解決したい、このトゲが刺さってる、トゲを抜きたいってなるんですよ。だからトゲが刺さらないようにじゃなくて、トゲが刺さるまで待つ。 うん、そのトゲが命に関わることであれば事前トゲを刺さらないようにするとかトゲが刺さった瞬間に親が抜いてあげるこれ大事ですよこれはヘルプですよねだけどサポートの領域であれば困ってからサポートをするそれでよくないですか僕たち私たちは困ったからあ,あんな言い方したら傷つくからやめとこうとか英語声援へかったから後悔したからやっとこうとかそういうことがあるわけでしょ うん、困った時に学ぶんですよ。僕も留学、25歳の時に留学したいと思った。英語力ゼロですよ。ねえー、中学受験しかし大学受験してないから、中学受験して、そこから英語ほとんどやってない。スポーツしかやってないよ。<laughs> テスト前1週間だけしかやってない。その程度の英語力でね、アメリカの大学に行きたいって25歳の時思ってしまった。思ってしまった。で、英語力がないっ困った。で、やるしかないんですよ。ね、自分のやりたいことを叶えるためやるしかないんですよ。ね、だからやったんです。 まあお価値だからできただろうって言われるかもしれませんけどもとにかく困ってから学べばよくないですかはいそ,そうすることで自分ごとになって物事を取り組めるしじゃあ今何すんねんっていうこと今何すんねんこの子供に何させたらいいねんって言いますけど今子供が興味あることをやらせるそれが最もホットじゃないですか今自分がやりたい時にやりたいことをやった時に最も学習効率が上がるでしょそれが一回 だろう将来の役に立たないなと思うことであってもやりたいことに取り組んでいるその姿勢そのものがね非認知能力を高めるんですよ集中力主体性興味関心を探求していく心考える力そして行動力あらゆる非認知能力を高めていく特に小学校の時はね英語力とか計算をさせる力とかそういう認知能力以上に非認知能力を高めることが大事って言われてるでしょどっちも大事なんですよどっちも大事なんだけど非認知能力を高めることも大事なんですよ 一見、これはお金にならないなって思うことであったり役に立たへんなって思うことであっても子供がやりたいと思って選んでいることは全部勉強になります。はい、なので困ってからサポートするとか、ねえー、すません困らないように今、この時間を、えー、使わせるというよりも今は子供が興味あることを子供のペースでさせてあげてでで、ね、その上で、ねえー、困ってから子供がそれを解決したいとかやりたいと思った時にやらせてあげたらいいんじゃないでしょうか。基本的な必要ですよ。 でも、これが完全にいいっていうわけではなく、先ほど言ったように、引き出す子育てのように、いろんなね、機会を与えてあげたりね、現場に連れていくであったり、興味を持,た持つような環境を,をで用意してあげるっていうことも一つですよ。そういうことをしつつね、しつつ子供のペースを尊重してあげるってことが大事なんじゃないかなと思います。この緩める子育てだけで OK とか、引き出す子育てだけで OK ではなくて、緩める子育てと引き出す子育てを組み合わせていくことがいいんじゃないでしょうかっていうことですね。はい。 えー、緩めるる子育て分の失敗論を語るねやっぱりね不安になる時っていうのは相手にバカにされるんじゃないかとか失敗するんじゃないかとか負けてしまうんじゃないかとか努力してもうまくいかないんじゃないかとかそういわゆる失敗への恐れ間違えることへの恐怖これがやっぱ大きいんですよねうん友達に嫌われるんじゃないかとかねそういう不安そういう恐れを緩めてあげることが大事よね なので、失敗とは何なのかっていう失敗論を子供と話し合うってことがね、これすごく大事だよね。話し合うってこともそうだし、自分自身が失敗を見せる。で完璧になろう,とあろうとしないし、完璧なところしか見せないんじゃなくて、完璧でないところも見せていくってこと、うん。そうすることでね、子供は安心する。完璧なものを見るよりも、不完全なものを見る方が安心するんよ。ね、これも変な話だけどね、失敗してる人を見ると安心するやん。 なチームの中で、ね。僕もよくありましたよ。ダメなんですよ。あの、ラクロスやっててね、1年生、2年生の時ね、もちろんチームが勝ちたいって気持ちもあったけど、ね、自分が攻められたくないって気持ちも強かった。自分が攻められないためには、自分以外にね、多く失敗している人がおればね、その人が攻められるわけでしょ。なので、失敗する人がいたら、ちょっと嬉しかったんですよ。これダメなんですよ。だって、っ失敗したらチーム勝てないから。ダメなんだけど、そういうのが2回生ぐらいの時はありました。3, 3年生、4年生の時はなかったよ。 2年生のぐらいの時ありましたよ。はい。やっぱりね、それで失敗を恐れてるんですよ。責められることが怖いんです。なので、失敗っていうのはこうだよってことを伝えてあげる。世の中には失敗という道と成功という道があるのではなくて、一本の道があって、ゴールが成功としたときに、その道の過程の中に失敗というものがあるんだよと。つまり、成功という道を進むためには、 その過程の中に必ず失敗っていうのがあるんだよと。で失敗を経験すればするほど、それは前に進んでるってことなんだよと。成功に近づいてることなんだよっていう話をするとかね。うん。自分の失敗談を話すとか、まあ、どんな語り口でもいいです。失敗は成功の母とかね。まあ、そういう偉人が話していることでも、えー、世の中の電気とかあるでしょ。電気って言ったら、いわゆるあのしくじり、しくじって話ばっかりじゃないですか。うん。ここなんかうまくいった話ばっけだけじゃないでしょ。えー、いろんな人の電気が出てるけど。 ね、そういう偉人の話とかを聞かせてあげるとかねそういう中でね失敗とは何なのかっていうことを子供と一緒に話し合う機会を作るって大事なんじゃないでしょうかねはいじゃあ最後ですねわっこれも長くなりそうやけど3分ぐらいで話しますよ緩める子育て10分の10納得できる生き方を作るちょっと飲みますねはいこの納得できる生き方を作るうんあの子育てだけが生きがいじゃないよね 子育てだけが自分の人生じゃないよね。なので、子育てだけ見,え見ていたら、自分の人生が見えなくなるんですよ。あの木ばっか見,て見えてたら、森が見えなくなるってやつ。逆に森ばっか見てたら、木が見えなくなるってやつ。なので、しっかり木,木を見つつ、つまり子育てと向き合いつつ、子供と関わりつつ、大きな森を見ることが大事なんですね。自分はどういう人生を生きていきたいのか、どんな人間になりたいのか、どういう世界で生きていきたいのか、そういう、 生き方自分がどんな山に登りたいのかってことです。自分がこんな山に登りたいっていう山を決めるってこと、ね。自分の人生の脚本、最後のエンディングストーリーを描くってことですよ。それが自分が納得できる、心から納得できる生き方をデザインしていくってこと。ね、これオンラインサロンでやってるよね。It's My Life。 自分が心から納得できる生き方、子育てを作ろうってやってます。これ手軽にね、えー、入れます。月額600円で入れるので、えー、ぜひね、あのー、インスタグラムのオンラインサロン入ってほしいんですけども、えー、それ以外にもね、本気で学びたいって方は、生き方プロジェクト、60日でや,やってるプロジェクトであったり、180日間、半年間かけてやるライフスキルコーチ認定講座、これライフスキルコーチ認定講座ではね、LSC って略してますけど、えー、自分の軸を作るということと子供の軸を育てる、この2つ、この2つをミッションに掲げて、180日間、日常を 生活で実践しながらやってます、はいでまあ、あの自分一人でやるのでもいいし、まあ、手軽なとこで言えばお価値の著書を読むのもええしそしていつマイ LIFE っていう Instagram のオンラインサロンでもライフスキルコーチ認定講座でも OK なので一人でやってもええしそういう風に誰かの専門家の力を借りたいというのであれば是非お価値のとこにも来てください。 であのーまあ、無料でやるんであればね、YouTube とか見ていただいても、あのお価値のだけじゃなくてね、えー、いろんな人の生き方を見ながらね、あ自分はこんな人の人生歩みたいなとか、あこういう部分はちょっと惹かれへんなとかいうところを参考にし,たしつつ、あ自分はじゃあこういう生き方したいな、自分はこういう世界で生きたいな、一言で言うと、まるな世界だ、まるな人間、そういうまるを明確にしていくってことが、すごく、えー、大事なんじゃないかなと。やっぱりね、あの鳥の目と虫の目。 ね、今、子供としっかり、今の子供と関わりつつ、もっと引きで見て、鳥の目、上空から見てね、じゃあこれから私はどう生きていきたいのかっていうことも合わせてね、合わせて考えていくこと、見つめ直していくってことも大事なんじゃないでしょうか。その全体を見たときに、やっぱりね、緩むんですよ。子育てしか見えない、子供と子供のことしか見えなくなると、やっぱりね、きつくなってくるし、子供のことを縛ってしまうんですね。ああ、しなさい、こうしなさいってね、親の期待通りに、親の親が作ったレールに乗せようとしてしまう。 うん、そうすると結局親も子も苦しくなるからそうじゃなくて、えー、ちょっと引きで見る、ねえー、マンションの50階から、えー、今の自分の姿をげマンション1階にいる自分を見てみるとかね、えー、木を見るだけじゃなくて森を見る、ね、マンションの1階からエレベーターに乗って50階に行ってみるそこから、えー、どういうふうに生きていきたいのかっていうのを見つめ直すことも大事なんじゃないでしょうかはいということでね今回は、えー、やる気と自信を高める そして引き出すための引き出す子育てと、えー、子供との安心感を育てる緩める子育てを解説してきました。まあね、まあまとめましょう、まとめましょうか。簡単に言うとね、まあ引き出す子育てっていうのはまあ積極的な関わりということで、親が積極的に介入する、まあ関わるこう、えー、声掛けをしたり環境づくりをすることで子供のやる気とか自信を高めていく関わり方になりますと。 まず積極的に話を聞く。アクティブラーニング。や、アクティブリスニングね。アクティブリスニングで積極的に経験する。話を聞くとは何でしたかそう。子供の言葉にならない言葉を言語化して、そうそうと言わせること。ね。赤ペンを置く。おむがいし。子供の鏡になるということですよねで。勉強のやる気を高めるためには、ゲームの要素を入れていく。でただ行動するだけじゃなくて、振り返る。 フィードバックするときも、5つのフィードバックってあったよね。いきなりあれしなさい、これしなさいって指示したり命令するんじゃなくて、まずは事実のフィードバックね。うん。えー、脇が開いてるよ。うん。事実のフィードバックね。しながら、ペップトークで勇気づけて行動を促していくということ。これが引き出す子育てね。で、緩める子育てっていうのは、えー、っと、親子における安心感を育て,ていくということね。いわゆる消極的な関わり方になります。はい。 えー、ここにおいて大事なのは、自然体で子どもと接するってことね、うそをつかないってこと、<laughs> 思ってもいないことを言わないってことね、はい、それをするためには、やっぱり自分の状態を整えることが大事なんで、えー、食事、運動、睡眠、ちゃんと自分のために食事をして、えー、体を動かすということ、でぐっすり眠れるってことが大事だよねで、ヘルプとサポート、しっかり境界線を引いて、えー、気持ちには共感しつつ、要求には脳、NO、を伝える。 ね、アサーティブに伝えるというのもまさにですよね。I am OK、You are OK のコミュニケーションねで。いつもニコニコじゃなくて、辛いことであったり、苦しいことも話題にしつつ、なんかこうイライラすることも出てくるから、イライラくんっていう名前をつける。名前をつけたら、そのイライラちゃんなんて言ってるみたいな。自分に問いかけて、イライラちゃんが言ってる言葉をちゃんと聞いてあげるってこと。その子 感情であったり思いというのを外に出すことでスーッと楽になりますという中でねえ自分が納得できる生き方を作っていきましょうというような感じでございます何か一つでもね参考になれば幸いです共感できるポイントがあれば高評価とかいいねボタン押していただいたら大変励みになりますそんな1分2分もかかることじゃない3秒で終わりますハートマークかないいねボタン押していただいたら嬉しいですはい で、なんかね、えー、コメントとかもあれば、ぜひご感想お待ちしてますので、えー、お気軽に入れてください。こんな感じでこの番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分攻めを緩める考え方や、子供を自立させる関わり方を紹介しています。えー、興味がある方は、今すぐチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいたら、大変励みになりますので、よろしくお願いします。あとね、えー、チャンネル登録ボタンの横に、鈴マークみたいなのがあるんよ。 それを押してもらったら新しい動画が投稿された時に届いたでーってとい,いうかあの投稿したでーみたいなの,があの通知みたいなのがピコンって出てくると思いますので良ければ、ね、そのマークも押してみてくださいということです。でこゆるめで子育てラジオね、えー、今回が20回目ということで再生リストも作っているのでぜひそちらを、ね、流しながら家事をしたりね、えー、通勤途中に流すとかいう形でねうまくそのリストの方を使ってみてください。と えー、再生リストってどうやって見るんかなおかっちのチャンネルに行ったらどっかで再生リストってあると思います。 そちらからご覧くださいということです。でね、えー、最後に2点かな、3点かな、お知らせがあるんだけど、えーぼあのー、動画の中でもお知らせしましたけど、えー、僕はね、生き方プロジェクト、60日間の生き方プロジェクトと、ライフスキルコーチ認定講座、180日のプロジェクトやってます、えー。180日のライフスキルコーチ認定講座は、1年に1回、秋ぐらいにやってて、そして、生き方プロジェクトはね、1月と、で、余力があれば、 6月7月ぐらいに年に2回ぐらいでやってます。で、1月にはね、えー、やりますので、今11月だから、12月頃にまた募集しますので、 えー、多分これが配信されている頃はもう12月になってるんかな。興味がある方はとにかく公式 LINE 登録しておいてください。えー、公式 LINE は概要欄にチェックしてま、えー、概要欄にリンクを置いておきます。で、おかちね、えー、毎日短尺のラジオもやってるんで、おすすめの放送もね、概要欄に載っけてますので、ぜひそちらも、えー、合わせて聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば、世界はぬらぬらと輝く。 ワンダフな一日をお過ごしください。バイバーイ。ね、ちょっとずつ自然体になってきたんちゃう僕も。うーん、あの、気張らずね、力みすぎず、えー、えー、長く続けていきたいと思います。よろしくね。